サイエンスの香取と申します、はい。当社の一押しの夏の子供さんの水遊びのアイテムです、あの有名な、黒ひげヒーパスの噴水バージョンになります。本物の樽を使ってます。これはキリンのウイスキー樽ですね。これを加工してこの中に水を溜めて、始めるというものです。穴が10個あって外れが1つです。で、刺していって、あ、これはいきなり外れてしまいました。はい、今これ屋内なので止まってますけども、夏は上から水を吹き出してもうここはびしょびしょになって遊ぶ、はい、そういうもので大変な人気がある商品です、はい。ちょっとコマーシャルをさせてください。NHK 総合テレビの、東京で行くと1チャンネルですね、土曜日の夜8時15分から、2月の6日と13日スゴ技に、私ども、出演をさせていただくことになりました、ちょっと面白い対決番組ですので、どうぞぜひお暇であったら見て、笑ってください。どうぞよろしくお願いいたします。